音を聞いてゆっくりと3名で上がっていく。ジグルピークです。キャリーが確認しました。その遅延に対してインセンディアリー抜けていった。バズバラとガバナ、ただそこを返していくのがイエイです。さらにはこのゼストのテレポートでハサミを狙っていくんですが、ジットボーイズ人数をかけて先に潰していきました。人数有利を作ったのはタロンです。難しいラウンドでしたね。今の初動の動き、こうイエイが体力なかったので、本当はもっと合わせていきたかったんですけどね、はい、そうですね、まあ、ゼストもスモークが落ちたということで、もう勝負するしかないっていうテレポートでしたね。あまり強気に出ることができませんでした。そうなるとちょっと苦しくなる分、割り切って守らないといけないのがブリードです、はい、ただこうデリオンが A ショット前目で守れているので、すでに B 側に寄せることができている。このフッカーでの勝負が重要にはなりますが、クルーズフォールトラインもわずかに間に合いませんでした。最多の中にロー HP でどこまで戦えるか。斎藤上からの勝負、ここはジットボーイズです。かなり苦しいですよね。デリオン 1v2、 スキルはありません。対するタロンとしてもクルーズ、ジットボーイズともにスキルがない。15秒でフォールトラインが上がりますが、そこまでフィジカルでどこまで取れるか。設置時もかなり強力ですからね。ここまでブリードをデュエリストで先頭で引っ張っていたデリオン、新たなポジションどこまで戦えるか。時間が少なくなってきました。タロン丁寧に揺さぶっていきます。高価な進行、ガバナーが飛び込んでランプまで取り切りました。ただシャワーはキープすることができています。ただこの後部によってシールドが展開される中、ファーストブラッドとレトラ、ね、今のレトラスモークなくうまく立ち回って利用していきました。そしてサークがダブルキル B 側です。こうなってくると人数状況が苦しくなりました。ブリードオペレーターをせっかく購入したラウンドでまだバレてないので、さらにはランプはジャッジで守っている。ジットボイスがイエイを通してオペレーターが落ちた。レトラオペレーター回収ができません。拾いに行くしかない。まあ当然それを分かってて狙いに行ってますね、タロン拾わせませんでした。さらにはラウンドしとく。なんならカスケードを使っていることによって中の情報を今取らせてないので、はい、ブリードの目線だとこれもうフッカ入られてるなっていう前提です。シャワールプッシュ、EM、無駄のないフリックショップでした。しかしショーパー弾み込んできたが、そこにはフォールトライも入っていました。ヘブンからのスケアリーのカバーです。まだデリオンもいるんですよね。さあここはバン、丁寧にトレールブレーザーを使って、サイト側とのハサミはデリオン対応しているが、ここは打ち勝ったバン。さあでもここからどうでしょう、モッシュピットもありますから、はい、解除遅延は行えるんですよね。ただその後ですね、2オン2スキャリア、スモークを2つ残しています。ここで遅延のモッシュピットを投擲していきましたが、体力の少ないバン、ここは削られます。クルーズ 1v2 です。足にした、見えた。スカイスモークで守りながらレトラ引き打ちで対応していきます、うん、けども今もう寄り切っちゃってスモークが使えない中で A ショットの勝負はイエイ、あーうまくキルを取った。そしてブラストバックで下がっていきます。 A ショットが困難になりましたね。ここから B に固まってレコニングを流していく。バンがウィンドウでの勝負を制しました。そしてガバナが入ってくる。イエイがテレポート、この勝負もヘッドショット勝っていきました。さすがに展開したテレポート、ただ残っているガバナが B サイトで暴れている。ガバナの動き早すぎますね。 A サイトではフリーのプラントができますが、このガバナの位置が厄介ですね。ただこのイエイの立ち回り、横を取った、引っ掛けとなるか。むしろこれガバナがまだ B 側にいるっていうのは分かっているので、足音は聞こえている。そこを抑えたスキャリ、ただだいぶ時間が変わりましたからね。はい、ここからスキアリーを寄せて人数をかけて取り返していくというところには、ジットボーイズ今見る場所がすごく多いです。リスクはありますが、ただ時間がないですね。はい、急いで入ってくるしかないところ。ジットボーイズ、足音がしっかりと聞こえていた。落ち着いてますね。全方向綺麗に抑えている。ファンがワンピック、スキアリーがスポン側1人返している。裏側での勝負はゼスト、ウォールトラインと DG を合わせて一気に取り返しに行くが、このコーブを使った立ち回りですが、ゼスト今回はさばきました。シャワーでの勝負はサーフが打ち勝っている。ショート側削ったもののデリオンのカバーが入った。サーフの位置バレてますね。これは解除止めれないですね。しかしスネークバイト1人ロサエタが解除は十分できる時間帯です。
ここは人数差を生かしきることができました。ブリード第一人数は少ないというのが分かっているブリード、スケアリを寄せることができています。トラッパイヤー映ったところ、レトラが抜いていった。ショートからの勝負に対してクルーズ打ち勝っていきました。あ、接地を止めるかキルを取るかで迷いが生じましたね。そしてガバラーがまたしても B サイトに残っている。結果的にこれ接地が通ってしまったので、かなりタロンは状況的に有利になりました。人数有利もタロン、アンプの勝負、ジットボーイズ食いなしながら無理な勝負はしない、時間を稼ぐ。ただここはレトラが打ち勝った。 A ショート、ここにはクルーズ、ニューラルセットで位置が分かったが、この解除を進めることはできるか。むしろ解除を止める術が今ない。おっと解除止まらないぞ、止まらない。おー、いった、通し切りました。もう一度前に出る。そしてシャワー側ではイエイのショーストッパー、どうだ、セーフ手前、うん、確実に倒し切りました、ね、ラークをまずは潰しました。ブリード、こうなってくるともう B に固まっていくしかないというのがタロン側の視点です。さあこの D ロング2人でウィングマンを先行させる。ただこの手前で Z スラッシュを切った。デリオンバンを落としました。さらにこのサイト側ではスケアリー、ウィンド側の進行を許しませんでした。ただドライ音を消して抜けてくるが、見えてますね、何かあればスケアリーもカバーできる体勢です。このデリオンの背後を取った、うまくサイト中立ち回っているが、ロングはゼストが止めている。残ったサイト中、スケアリーが倒し切りました。多く見せてからこのウィンドウを当たり直すという動きですが、このイエイの鋭いヘッドショット、さらにはペイントダウン、サーフ狙いに来てますね。しかしそれもさばいてみせました。そして人数で当たり返す。ただどうだこれは 3-on-2、 A 側のレトラのラーク、ここは体力を削られましたがまだ生き残っている。結構難しいラウンドですよ。いや、ただこの体力1ながらも残っているというのが大きいですね、うん、しかもこれ接地を止めれる。ジットボイズのポジショニング、あえてウィングマンは破壊しなかったんですが、スキアリ警戒していました。よく警戒できてましたね今の、泳がせたんですけどね。 1v3 リーダーのクルーズ、リードを守りたいタローン、重要なピストル、クルーズ使えるか。いやー難しいラウンドですね、さすがに 1on3 はまずウィングマンに解除を任せて A ショート。ただこの月光のディジーしか見えませんでした、うん、ダブルピークです来ましたね。あ、これリスカルド、トラパイアも見えた。ここの勝負気づいていませんでした。ガバナーがそのデリオンを止めていきますが、 B 側ではスキアリのワンピックも見えています。サイトなんかクルーズ2キルで止めていきますが、後続のゼストのカバーです。ただこれサーフが足音消してる。サイトなんかこもっている。ジットボーイズ、サーフがすでにサイトの中に入っている。おお、会場を出して釣ったところ、ジットボーイズが抑えていました。ただドライでゆっくり上がる、ここで壊した。そして見つけたタイミング、ショーストッパー、うまい、逃がしませんでした。ただ A ショート側からはスラッシュ、そしてレコニングを流して、イエイがショーストッパーを切って挟み撃ちだ。シャワー取り返し、そして正面にはスキャリーが待っているが、ガバナ打ち勝った。ただこのシャワーのエリアはイエイがキープしています。ただいつでも取り返しの準備ができているというガバナのポジション、イエイとしてもこの位置集中しなければなりません。正面2名、さらには裏側 A ショート2名での進行があるタロン、サイト中2名のゼストとデリオン、どこまで止められるか。ただシャワーの勝負ではイエイ負けませんでした。まずは倒さないといけない位置が分かっているところを落としましたね。正面との挟み込み、ヘブンは無視して、ここのスパイク側の内に合流していったんですが、クルーズ、ジットボイズ、そしてサーフ、いやートリプル回り貫通でのヘッドショット、そしてシャワー側、アビリティでポジションを潰した、通していった、しかし打ち負けなかった。そしてバンドカバーが間に合った。そしてクルーズだ、交代制、ランプからジェスト、ダブルキル、スラッシュもあるぞ。相手はガマラ、オペレーターだ、背後を取った、スラッシュを切った、急いで背後を回る、間に合うか、ショーティー、間に合った、迷わずいった、追いかけっこ、ガバナ逃げ切りました。エリアを取りに行けませんね。サーフ、 B ロング単体で守れるか。イエイが復活からですね、シーカーを流した、
シャワー側のテレポート、レトランのアークは A ショット側に変わっています。ゆっくりと抜けていくが、このランプ側、うん、さらにはジットボーイズが抑えました。ただレトランもワンピック取っています。ただここでキルを取られたときに今人数が多くいるのが分かったんですね、はい、A2 というのが分かったはずです。そうなってくれば早めに B サイトへのエントリーが始まっていきます。あ、いい切り方ですね。ブラスバック一つでイエイが手前に入る。このハイタイドをどう乗り越えるか。バックサイトジットボーイズバンで止め切りました。設置アクションしない。ただこの裏取りはどうだ。レコリングを流して裏取り、バンがやってくる。 DG を受けながらも倒しました。さらに正面はジットボーイズ、デリオン戦うしかない。 DG を受けた。ランプ側は守ることができているが設置もできていません。もう囲まれて逃げれない。塞がれた。ハイタイド囲まれた。もうスピットどうするんだこれ。ランプしかエリアがありません。どう打開するか。イエイ、もうブラストバックはない。ジャッジをどう活用するか。そこには付き合わない、うん、ガバナーが打ち抜き、そしてクルーズ第1マップを取られた中でも相手ピックマップのバインド、タロンeスポーツ取り返しました。